原さん、徳川のチームが来ました。やはり大谷の言っていたことは本当だったのか。伊達の不在をいいことに、徳川は勇士を引き連れ野球部を乗っ取ろうとしている。どういうつもりか知らねえが、徳川、この野球部は絶対に渡さねえ。どういうつもりって、わしは野球部のために。野球部が困っていると耳にした。主の絆の力で腕の立つ者を集め、野球部を救ってはくれぬか。さっさと始めようぜ。なるほど、試合で決着をつけようということか。上等だ、受けて立つ。相手はろくに野球などしたこともない素人集団だ。政宗様の代わりは俺がやる。イエーイ、レッツパーティー。どうよ、俺たちを舐めてもらっちゃ困るぜ。ツーアウト満塁か。よし、代打田中だ。出た、学園最強って、ちょっとこれバットじゃないし、てかストライク無理でしょこれ。もうそうだったな。田中さん、バットに持ち替えるんだ。その必要はねえ、情けは無用だ。そうか、わかった。それではこちらも全力で行かせてもらう。え、全力って？相手にとって不足はねえ。場外ホームランでござる。うわぁ、容赦ねえ。いいぞ田中津。でもさ、これってやっぱやりすぎじゃねえ。何を言ってるんだ。お前も見たであろう、片倉殿のあの真剣な眼差しを。我らも全力で応えるのが礼儀というものだ。さすが徳川殿、真剣にぶつかり合うことこそ男の勝負。いいね、その心意気。やろうぞ、俺たちも本当の男ってやつを見せてやろうぜ。はい、ねえ。よし、そういうことなら。あらやっと。うわっ、わなんでそうなるの。これもういっちゃう。ストライク。ダメだ、俺には打てねえ。それって動物虐待っしょ。俺も全力で行くぜ。全力の意味違うから。みんなすまねえ、俺が不甲斐ないばっかりに。何言ってんですか片倉さん、試合はまだ終わっちゃいませんよ。最後まで力を合わせて頑張りましょうよ。人にだってこの思いきっと通じますよ。おめえら、そうだ、俺の右目は目先の勝利のために曇ってしまっていた。政宗様の代わりになってどうする。政宗様を支えることこそが俺の務め。俺は諦めねえ。政宗様は必ず戻ってくる。政宗様、お立ちください。やっぱクライマックスってのはよ、エースが決めねえとな、小次郎。政宗様、チーズ。え、なぜ独眼竜が。ウォーミングアップはしまいだ。俺たち野球部の真の力を見せてやるぜ。受けてみやがれ、俺の新魔球。新魔球、まさかマグナムストライク。
様はずっとこの新魔球を心配かけちまったみてえだな。いえ、必ず帰ってきてくださると信じておりました。最後まで信じ続ける片倉殿たちとその思いに応える独眼竜。なるほど、いい絆を見せてもらった。わしらの負けだ。撤収する。